めっちゃ遅くなった、ごめん。どうすげえ。何これ、ゴミめっちゃ。よし、来い。ホテルみたいだね、ここちゃん。すごいね、これ。洗い物はするから。ありがとう、助かる。うん。うまい。これご飯欲しいね。そうやね、そういう味付けにしてるね。安いがね。そうやね、豚肉とな。うん、だからご飯忘れたらほんま失敗やったね。炊き忘れ。うん、ご飯まで食ったらもう腹いっぱいで。あ、そうかもしれない。パンやめてご飯に切り替えてさ、量が分からへん。どのくらいよそえばいいとか、どのくらい作ったらいいとか。まあ、ちゃん、気づいた？これ、小皿。この間の手作りやねんって、うん、この書き込んでんねんって、一個一個職人さんが。めっちゃ可愛い。そう、なんか珍しいな、その箱。あ、そう、なんかもうちょっと、とにかく、見栄えなんか、結構魚介とかやね。そう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 。見た目も綺麗な方がさ、食欲湧くやん、うん、ちょっと整理整頓してたらさ、あ、まだあったわと思って、多分賞味期限キレキレやねんけど、あれ火通せばいけると思って入れといた。よし、おい落ちたで、どれここじゃ落ちた、自分で拾わないと取ってくれると思ったな、今早く拾ってって顔してたね。はい、よし、こう置いてみる。よだれすごくなるね。気づいてないんじゃない？いや、気づいてる。気づいてた？自分で取っていいんだよ。甘みがあって。よし。いや、食べにくいよ。入れてあげなよ、口に。うまい、至れり尽くせりやな。美味しかったかな？美味しかった？もうない。はい。パンがないからさ。うわぁ、言うな。はい、ココちゃんもごちそうさまでした。よかったね、ココちゃん。おまけもらえて。